ホームチャンネル。もうこれは完全にローカルな道だと思います。あんま人が通らず、もうなんか何にも店がないような場所をこう歩いていきます。なんかおっちゃんが裸でくつろいでたり、テレビ見てたりするような路地です。まあ、こんな感じで、あの安宿の看板がちょろちょろ出るようになります。まあ、こういうローカルな道ですね。もうキッチンむき出しのなんか家の中がこう丸見えのところを通って、こんな感じで、はい。でここの辺がですね、僕がいつもご飯を食べてるおすすめのところです。はい、これも5000で、この辺があのこういうホテルが多いです。こんな感じでずっとあります。あの他の動画でも紹介してますので、そっちの晴れた日の動画もご覧ください。多分この辺も地球の歩き方とかに載ってるような道なんですけども、初めて来るとこの路地とかが入りにくいっていうか、この道がって感じのところだと思います。この奥とかですね。はい、じゃあ今から僕もご飯食べたいと思います。それではまた違う動画で、いろいろホーチミンの動画も撮ってますのでご覧ください。